本物に
れていいんだ。今まで抱えてた声を紡いでく。歌いたいことがある。ほら今隣にいる。不安を眺めてた一人な気がした。寂しい心は一人じゃ前には進めない。うつろな目の奥映ってほしい君が。皆さん、こんばんは。こんばんは。ウィンドミルです。見えてますでしょうか。見えてますでしょうか。こっちかな。F ポップ勇者と仲間たちボリューム10、ようこそ、おいでくださいました。今日は、キャバンビートさん8周年の、お祝いを一緒にねしたいなっていうことで、キャバンビート8周年スペシャルということで、みんなで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやどうですか。もう結構キャバンから配信も何回かしてますけれども、ね、皆さん結構してきましたね。うん、なんかね、だんだんね分かってきた。
そうそう、みんなに届けるためには、うん、前髪が、みんなに届けるためには、うん、まず自分のね曲としっかり向き合って、うん、いる姿を見てもらおうっていう気持ち、うん、さっきのエンジンでもね、うん、そういう気持ちを一緒に共有して始めたと思うんですけど、なんかこう伝えなきゃ伝えなきゃっていう気持ちも大事だけど、しっかり曲に入り込んで皆さんに歌詞とかメロディーとかね、ウィンドミルが大事にしていることを届けることが大事かなと思っております。はい、はい、おめでとうございますって言った？言ってないんじゃない？言ってないですね、うん、キャブンビート8周年おめでとうございます。いや、ね、8年ってすごいことよ。そうだね、そう、僕らもバンドを始めて今年9周年迎えたばっかりで、うん、来年いよいよ10周年ってとこなんですけど、はい、本当にね、続けるってすごい大変なことなわけよ、ね、だからなんかこうね、まあ、一応僕らの方が1年長くはあるけども、でも本当にこう気持ちがお互いに分かるというか、続けることの大変さがね、そうですね、はい、だからこれからもまだまだ、ね、100歳までやるって いつか言った気がするんだけど、100周年までやるって、はい、すごいことだよそれは本当にね、うん、だからこうね、すごくたくさんの人にも支えていられながら、はい、こうして今日迎えられております。はい、はい、ということで、キャバンビートさんにももちろんありがとうございますという気持ちと、今見てくださってる皆さんもね、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。みんなが見てくれんとね、歌う意味は中堅、そう、そしてね、キャバンビートと出会わなかったら今の僕らないかもしれない。そうだね、そう、キャバンビートの町田さんがアンダースタンドって曲をね、聴いてくれてなかったら、ね、この場に僕らも立ってないわけだし、そうね、すごくいいご縁を感じたなって思います。はい、はいはい、みんなのね、今日キャバンビートへの愛をいっぱいここのこのイベントに注いでくれたら、コメントとかでもね、はい、注いでくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。皆様のコメントも届いているのはすごく見えてるんですけど、はい、後でじっくり皆様とねコミュニケーションを取りながら見れたらなと思ってるので、はい、はい、曲を届けましょうかね、はい、じゃあ次の曲は次の曲聴いてください。ちぐはぐ。縫い合わせたな、もう
君は
Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。えい。届いてる？みんな。届いてるよね。きっと届いてるはず。たくさんコメントも。はい。ちょっとはい、タブレットの方を見ながら。はい。たくやくんの方からお話が。はい。ですね、キャバンビート8周年記念の、今日は投げ銭ライブということで、配信ライブということで、はい、投げ銭の方もですね、実は、受け付けております。はい、すでにね、もう配信が始まる前からとか、配信始まってからも僕たちが演奏する前からね、スーパーチャットの方でいただいてたり、ノベルティ投げ銭をね、もう事前に買っておいてくださった方も、いらっしゃるんですが、念のため、はい、YouTube のですね、概要欄の方に投げ銭はこちらみたいなものが概要欄の下の方に URL があるので、はいね、そこを1回クリックしていただいて、うん、でパソコンの人は2窓で見ていただいて、携帯の人はライブ終わってからでも大丈夫なんですけど、そこの URL の方に飛んでいただいて、で投げ銭の種類が4種類あるんですね。4種類ございます。そうで、1種類が、500円のなんだっけ、なんとか GO ミュージック GO ミュージック GO ですね。多分ポケモン GO から来たんでしょうね。はい、2個目が、888円、はい、拍手のパチパチっていうね、うん、っていうのと、あといいねっていうので、うん、1212円のやつと、それと1500円の、うん、ノベルティ付き投げ銭っていうのがあります、はい、でこのノベルティ付き投げ銭 その1500円っていうものを選択していただいて、ご購入いただいた方々にはですね、こちらのかわいい、かわいい、なんかね、キャバンビートのロゴが入った綺麗な色ですこと、いい色ですね、はい、うん、すごくかわいいよね、うん、キャバンビートトートバッグ、そう、このキャバンビートトートバッグと、はい、この見えるかなお願いします見えます、寄れますかね、今日たくやくんがつけているこちらの、こっちか、そうそうね、こっちの角度もね、うん、はい、こっちの缶バッジ、多分フライヤーとかで皆さん見てくださってる方も暗いかもしれないですね、まあはい、ツイッターの方にもね載せてるので画像を、はいはい、このかわいいかわいい、うんうん、缶バッジと真ん中映ってますよ、真ん中らしいです、真ん中これもね、これも生配信の醍醐味ですよ、ね、どこか分かんないっていう、はいはいはい、そうでこの缶バッジも一緒についてきます、はいはい、なので飾ってもよし、はい、コンビニ行くときとかに、今 ねマイバッグの時代ですから、そう、今日は袋代取られましたよ、私、しっかりと、はい、じゃあぜひノベルティ付き投げ銭をめいちゃんもご購入いただいて、はい、はい、わかりましたはい、っていうのがついてきますので、はいはい、欲しいよって方はそちらをよろしくお願いします。ぜひ、はい、よろしくお願いします。それ、はい、じゃあ次、はいはい、私が喋ります、はいはい、ですね、7月31日に開催した、F-POP 勇者と仲間たちボリューム9のですね、うん、自分が編集しましたライブ動画を今販売してるんですけど、うん、はい、販売期限が明日までとなっております。はい、はい、明日の23時59分まで、そうです、はい、1ヶ月っていう風に言ってたんですけど、ちょっと自分が1日伸ばして明日までにしました。ぜひちょっとこう自分たちの好きなアーティストとかのライブ動画とかを見て、あ、こんなんだったなとか、うんうんうん、こういう風にしたらかっこいいなっていうのを見ながら作ったんで、うん、曲のね、見せ場とかもね、はいはいはい、うん、でも生配信とは違う感じにちょっと見せ場をいっぱい作ったんで、なるほど、ぜひご購入して、明日までです、明日までにご購入すればいつでも見れるので、はい、ぜひよろしくお願いします。永遠に見れます、はい、ごめん、かぶせて言いすぎだよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。そしてで、ライブ告知もさせてもらいたいんですけど、はいはいはい、次のライブがですね、10月の9日と10日に2日間で行われる、うん、母校の九州ビジュアルアーツっていうところで、アーツソニック2020、スペシャルオンラインライブミュージックエイドっていうのに出演いたします。おー、よく覚えました藤真子さん、頼もしいですね。せやろ、うん、そうせやで。でね、そこのアーティスト、まあ、フェスみたいな形で、学生さんがね、最後の集大成として、学園祭なんですけど、そこで、うん、最後の集大成として2回言うとね、まあいいや、集大成として、
ライブを、イベントを企画していて、出演者も結構ね、馴染みある出演者で、ノバンブルとかね、ノバンブルとか、博多フォーとか、博多フォーク同好会とか、はい、出ますので、ぜひぜひ、今回はもうオンラインライブなので、このご時世なので、うん、まあ手軽にこう同じ形で YouTube でかな、そうですね、うん、配信として見れるので、ぜひまた10月9日、はい、まあ、詳しくは、そうね、詳しくは公式の Twitter と Facebook でまた流しますので、はい、ぜひチェックをよろしくお願いいたします。はい、10月9日10日ね、お願いします。はい、さて、はい、頼もしいメンバーが喋ってくれたところで、はい、次の曲に行きたいんですけれども、はい、ですね、ちょっと一曲ここでカバーを、そう、ね、実はやりたいと思います。久しぶりのカバーですね。久しぶりの。そして私たちはこのアーティストをキャバンビートで何年やってんだっていうあれなのに、ね、このアーティストを一度もやったことがございませんでした、うん、ちょっと恐れ多いんですけど、恐れ多くて、はい、はい、みんなのあの方です。、はい、で町田さんのね、大好きなあの超有名バンドですございますが、はい、今日はちょっとウィンドミルバージョン的な感じでね、そうそう、楽しく歌って、キャバンビートをお祝いできたらなと思っております。知ってる方は一緒に続けて歌ってください、うん、はい、コメントとかでもね、歌詞打ってくれたら、はいはい、じゃあ行きますか、はい、行きますかってやばいね。よいしょ、じゃあ行くよ、はい、それでは聞いてください。The Beatles, Twist and Shout! We're shaking our baby now, baby, twist and shout, twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby now, come on, baby, come on, walking on out, walking on out, well, walking on out, honey, you know.自分が普段ビートルズバンドとかよくやってて、やっとウィンドミルでビートルズやれましたね。
本当ですよ、ね、もう原点にして頂点ですからね。原点にして頂点ってやばいね、はい、すごいことだ、ね、そう。やっぱあのコーラスとかが多い曲が自分たち多いんで、うんうん、やっぱ見習うところっていうか、そのすごい、ね、なんかためになるところ多いですよね、うん、それ以上にね、はいはい、偉大なね、もう誰もが知ってる、そうそうそう、はいはい、楽しんでいただけましたか、コメント来てるか、見て見て、あのスーパーチャットで踊ってくれとるじゃん、あ、本当だ。ありがとうございます。ツイスト&シャウト。はい、本当だ。本当だ。ひねってます。シェキシェキ、シェキシェキベイビー。シェキシェキベイビー。シェキシェキベイビーですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、楽しいね。またやりましょう、ね、ビートルズね。そうね。なんかもっとバラードもいいしね。バラードやりたいね。ヘイジュードとかもいいしね。あ、結構だって候補出たもんね。そうだね。いろいろやってみようかっていう話は出て。うん、でなんかこうツイスト&シャウトってね、まあ、本当はねこうお客さんが目の前にいる状態でやるのが一番いいんですけど、うん、まあ、なんかこうオンラインでもね盛り上がってもらえたらと思って、はい、そうですね、はい、やりました。じゃあ次あのもうあのツイスト&シャウトに負けない曲をやります。ウィンドミルの曲を。じゃあ次の曲、ごめんなさい、チューニングをしていいですか。はい、わかりました。まあ、これもね生放送ですからね、うん、はい、生放送、そうか、そうだね。ビートルズそのツイスト&シャウトね、こう、うん、あーあーっていう、いや4人の見せ場があると思って、はい、で4人こうちゃんと歌えるところがあるっていうので、うん、なんかこういいねってなりましたね。今日メイさんが言ったんですよね、確か。そうです。で、あ、いいねって言って、そうそう、それ決まりましたね。なんか今日あれだね、はい、やんちゃ坊主みたいな髪の毛だね。なんかそうなんです。ウーバーワールドみたいな。そんなじゃあ気持ちで。はい。どんな気持ち。よし、ウィンドミルの曲も負けないようにいきましょう。聞いてください。今はここから。変わりたい。いつか変わりたいという。いつも天にないダメな自分を発揮するように強くなる。強くなれるよ。役に立たない大切な君の心にも残れない。こんなに寂しい大きな理由になるのに、変わりたいのはずっと前から変わらないのに、求められることはいつも最低限のこと。どうすればいい、どうすればいい、響けと今はここから、明日の先は遠い遠い未来、歌い伝え刻めと今はここから、ただ一つの想いだから、ちゃんと声に出して届け。強くなれる、もっともっと強く、君の心に残りたかった、そっと歌ってみる。現実逃避どうしようもない悲しみも、ボロボロでやっと見つけた優しさも、求められることがどういうことなのかも分かってるから、分かってるから、歌い叫べ響けそう、今はここから、明日の先は遠い遠い未来、歌い伝え刻めそう、今はここから、君に伝えたい、今はそれだけ、あとは未来の自分に任せ、涙
Thank you.
もありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここ何日かね、ずっと、まあ、考えとるっていうか、なんか、まあ、まあ考えとることがあって、はい、あって、なんかこう、まあこのご時世でさ、本当ライブがね、もう減って、うん、生で見れなくなって、はい、で、まあ本当にアーティストだけじゃなくて、うん、ライブハウスだったりとか、うん、こうその現場スタッフだったりとか、はい、が本当こう手探りな状態で、そうね、ね、もうずっとこうやっててさ、はい、で、なんかこう、まあ、まあ、もちろん生きるためというか、うん、こう仕事としてというか、そういう意味でもあるんだろうけど、うん、ここまで本当になんかダメージが大きいとさ、うん、なんかもうそれだけじゃないんだろうなってずっと思って、で自分たちもそうなんやけどさ、ライブが減って、でもこうやって配信をやったりとか、うん、でやっぱこうどっかで、まあ、自分たちだけじゃなくて、こうキャバンビートだってこう8年目に入ったけど続けれるっていうことは、こうなんだろう、もっとこうなんだろう、エンターテインメントが元気になってほしいというか、うん、そうなったらみんななんかこう、ね、まあ、暗いニュースが多いけん、そういうこうなんかどんよりじゃなくて、みんなの中でこうなんだろう、明かりを灯せたらなって思いながらこう、うん、やっているんだなって思って、はいはい、そう、それがこうこのままもう半年経つけど、このまま続けれることが本当すごいなと思って、その思いを ね背負って、まあ、そうだし、うん、その環境があり続けてくれることっていうのがね、うん、その僕たちアーティストはね、その、うん、まあ、他のライブでも僕言ったことあるんですけど、うん、あのそんな中でね、うん、あのこうやって僕らはこうやって伝えることは僕らいくらでもできるけれど、うん、特にこうライブハウスとかスタッフさんとかね、まあ、裏方さんっていう言い方をするんだけど、うん、まあ、本当にそれで裏方っていう言葉だけでまとめるのが本当に失礼なぐらいたくさんの人が関わっていて、うん、でそういう人たちがね、本当に一番苦しい、僕たちよりもね、うん、僕たちも苦しいけど、僕たちよりももう一番苦しい人たちが、そのしかも表に出られないわけよ、そういう人たちは、うん、だからこそ悲しいし、本当に悔しい気持ちもあるんだけど、でもそんな中でこうやって続けられる環境があるっていうのが本当にありがたいことだよね、はい、ありがたいなって、うん、はい、そうです、そう、うん、だけなんかこう本当に、なんだろう、皆さんもこう本当に好きなアーティストとか、まあ、ライブハウス、キャバンビートもそうだし、あのぜひぜひ本当にこう、なんだろう、こう末永く応援してほしいなって、はい、そうね、キャバンビートは特に本当に、そう、100周年までまだあとね、うん、92年あるから、そう、ね、92年あるんでね、そうそう、92年続くようにぜひ応援してください。そう、はい、冗談ではなくよ、本当に、そう、綺麗事でも何でもなく、うん、本当に続けるってことが大変だからこそ、うん、ね、はい、皆さんの応援も必要だし、うん、僕らがねバンド辞めないことも必要だし、はあ、そうですね、そう、うん、そうだ、大変だけどね、頑張っていかないとなって、そうなんです、はい、はい、なんかしんみりしちゃいましたけれどまあでもね、こういうことですよ、そうそうそう、そう、で、そういう時にあのウィンドミルの音楽がこう明るい未来を照らせばいいなと思うわけですね、うん、そうですね、本当それなんですけど、まあ私たちもやっぱり何も考えずにバンドはやっぱやっていられないからさ、やっぱりね、厳しい状況もいろいろあるし、だからやっぱり夢を持って希望を持ってやってるし、それを支えてくださる皆さんもそれを本当に支えたいっていう気持ちで、やってくれてるし、今見てくださってる皆さんも本当にその一緒に夢を見てくれてるというか、明るい未来を作りましょうよっていう気持ちでいてくれてると伝わってくるんですよ、私たちにそう、だからそれをね、みんなで考えたいなと思いますので、これからもウィンドミルもその一つの、ね、力になれるように頑張っていきますので、福岡の、ね、音楽シーンも盛り上げていかないといけないし、なかなかいい年になったし ね引っ張っていかないといけないから、そう、頑張りましょう、はい、皆さん頑張りましょう
おースミーもね、26になったし。あ、そうですか。そうなんだな。この話。そうそうそう。ね、そうだね。これからはね、大好きな玉ねぎもいっぱい食べていって。そう、健康になって、ね。そう、より大きくなって。はいはい。行きましょう。ね、はい。行きましょう。じゃあそんな未来を照らす曲を、これ最後なんですよ皆さん。そう、いつの間にか。はい。皆さんと共にキャパンビート8周年に捧げる最後の曲です。はい、はい、聞いてください。僕の孤独が世界を救う。どんな夢を見てるんだろう、それを知る通知は
ちょっとコメントを読もうか。はい。あ、すごいね、スーパーチャットの方もさっきからたくさん来ててね、皆さんありがとうございます。やりきったよ、やりきった。コメントを読んでいきます。これも配信の醍醐味だ。どれどれ、ありがとうございます。皆さん誕生日、ちょっとなかなかあんまり触れてなかったんですけど、今日誕生日なんですよ。自分で言う。あ、パチパチパチ、誕生日なんですよ。初めてですね、誕生日の日にライブするのは。ありがとうございます。あの、今年もじゃね、今夜も素敵なライブをありがとうって。あ、スーパーチャットもありがとうございます。ありがとうございます。いや、もしよろしければね、この後もまだノベルティ付きの投げ銭もあります。よかったらまだ欲しいって迷ってる人はぜひ、はい、よろしくお願いします。いや、お願いします。これさ、あの、まだあと1曲聴きたい人いますか？聴いていくスタイルね。なちょっとそうですよね。実はね、あの、時間、まあでもね、あの、せっかくね、たくさん投げ銭もいただいてますし、はい、ね、そうですよね、せっかくですから。逆に私、むしろやらせてください。むしろやらせてくださいですか？そうですよね。はい、はい、あ、皆さんありがとうございます。やりましょう。やりますか？やりましょう、やりましょう。やらせてください。もうちょっとコメント読み。読みたいね。誕生日なんでわがままに行かせてください。そうね。はい。もうね。ありがとうございます。参考。本当は。すみません。いいことじゃないんだけど、声が枯れてきちゃってて、はい、もうね。いや、切ってよ。お水を、はい。いっぱい聞きたいっていうコメントが。あ、ありがとうございます。本当にありがとう。ありがとうございます。今こっちでタブレットで見てたんだけど、充電切れちゃって。はいはい。おめでとう、アラサ、そうですね、お兄さんお姉さんがいる前でアラサになりましたなんてちょっと言えないんですけど、もう、あ、自分もそうですよね、そうだ、自分が出会った時の年齢になったんですよね、自分が、あの、兄さん姉さんが、まあまあまあ年齢の話はね、まあ、怖い怖いその話。その話怖いんだけど、まあ、言うて2歳しか離れてないですそうですね、そう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 、ね、中学高校だったら被ってますもんね、うん、そうそうそう、はい、そうそう、スミおめでとう。ありがとうございます。スミおめでとう。シェイ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 、26歳か。何をお願い事したんですか？お願い事ですか？お願い事しない？誕生日、なんかこう誕生日にケーキのろうそくの火を消すときに、え、初めて聞きました。え、しないの？あ、でも元気に健康にウィンドミル頑張るぞとかをやってるかもしれない。あ、なるほどなるほど。意気込み？あの、今夜やってください。はいはいはい、はい、報告をお願いします。はい、もう時間あと3時間しかないんで、終わってからやります、ね。そうね。うん、ああ、3時間ライブやんのかと思ってびっくりしちゃった今。いや皆さんありがとうございます。メイちゃんアラサーか。そうですね。まあ若いですから、まだ若い気持ちで、ね、実質18歳みたいなとこありますからね、メイちゃんね。まだね、まだ全然16歳って言ってもまだいけるぐらいですね。そうですか。ありがとうございます。キュンをいただいたところで、キュンをいただいたところで最後1曲やりますか。ちょっとチューニングをさせてください。チューニングしてなかったよ、はい、ごめんなさいね、ちょっとバタバタで、町田さんとアクアさんに、あ、どうぞどうぞ。あ、見守られながらね、今楽しくやらせていただいてますって言いたかった。はい、何でしょう、藤本さん、なんかもうもらったと、お祝いは何ももらってないです。あのね、ちょっと待っててな、うん、ちょっと待っててね、大丈夫大丈夫、心配しなくていい。何かあげてないのに自分から言うってすごいよね。まだもらってないんで、うん、なんか、見ている皆さんも待ってますよ。十分でしょうが。ねえ、すごい来てるから。そうですよ。じゃあいいですか。はい、はい、やりましょう。じゃあ、ラストのね、はい、せっかくなんで1曲、あの、楽しい曲をやらせてください。じゃあ最後の1曲、ニューコーンやね。じゃあ聴いてください。3人の勇者と、
のかい。今でも僕はあの暗闇に心残り、後ろ髪引かれる。覚えてるよ探す疲れあちこち、いつだらけ三人の勇者、誰らだって苦しかっただろう。それさえも気づかないほど強くなったの、いつの間にそんなに勇者になってたの。でも信じて欲しい僕の生き方、日をくれてるのは心じゃない、傷つけるのはいつもここから見えてる。開の優しい三人の勇者の笑顔、たくさんの投げ銭も本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。届いてるよ。キャバンビートおめでとうございました。おめでとうございました。おめでとうございます。100周年頑張ります。おやすみなさい。